するとやっぱり女性が頼らざるを得ないという状況もあって、そういったところにちょっとこう影響が出てきたというふうに、日米関係から、日米関係の危うさというところに話があるようになるんですが、ちょっとまたここで戻って、加藤さん、この中間関係のことで、ね、言おうとしたらどんどん違う方言っちゃったんでごめんなさい。中国から見るとね、韓国と日本というのはある意味ではライバルなんですね。で、特にその経済的な面でいうとね、すごく競合するというので、南がどんどん今まで中国が主導で頑張っているところへ韓国 のメーカーがどんどん入ってきて、それを、まあ、競合して競争しているというような状況になっています。その中で見てると、やはりその韓国政府と中国政府の思惑というだけではなくて、経済的にですね、やはり韓国が相当中国市場で、しかも来年は中間月経、おそらくこれ、動き出すわけですね。そうなると、ますます、ね、日本と中国の間はまだ来ていないですが、ここがやっぱり次に分かれるというところがあって、でやはり日本としては中間のこの動きっていうのは、ある意味では非常に気になると思いますし、また経済面ではやはり、何としてでも日中もできるだけ早く韓国と同じような土俵を願って、取引できるようにしたいという気持ちがある。ただまあ経済的にはそうなんですけど、安全保障の面ですね。韓国はアメリカそれ中国とは行かないんですよ。最近ちょっと変わってきてますね。ちょっと中国でったりというのではまずいなという、特に安全保障の面です。例えばミサイル防衛であって、フィリピンであって、機能が強くなってきますけれども、結局韓国の安全保障を守っているのは、安全を守っているのはアメリカですから、アメリカをやめて中国っていうのはこれはもうありえないで、そこでやっぱり韓国になってブラックでとかあるんですよね。ただ経済でいうとね、もうやはりこれから先ね、9割金額でいうと9割が動かんじゃないですか、中間は。それで日本がどうするかっていうのはね、となるとですね、日本がその中国に接する場合、日本側としてはどういうところに中国を良くしたか、加藤さんが言うと、今までいろいろやってきたんだけど、どうも、前回失敗して比べるのか。いや、私はね、まさにさっきお話しましたけど、八木さんが向こう行って作ってきた4つの、まあ、共通認識、はい、これが基本になると思います。これで、この線の中でやっていけば、予選。で、あれを逸脱しないように、お互いに守っていけば、私は押せると思います。特に、ね、その尖閣諸島の問題とか、靖国について参拝の問題とか、そういう具体的な問題で何か手をつけるという問題なんですけども、中国にどなたがありません。重い石でも置いておけば重くない、持ち上げようとするから重いんだ、そういう言葉があるんですよね。だから4つの合意の中で頑張って、ね、あえて石を持ち上げるようなことをしないと、そんなふうに私は宇宙関係者これから本当にする場所に力を持てると、そういう大きな、特に4つの方法の合意というのを決めているんですが、これは大きな意味です。つまり、曖昧さをね、お互いが我慢し合って、その我慢し合っていることで、連帯感を築いていこうと、これが一つの外交政治的な手法ということなんですかね。ただ日中関係というか、北東アジアにとって、今年というか2014年というのは全く北東アジアとは関係ないけれども、非常にですね、僕はこの20年間取材していて、基本的な構造がもしかしたら変わるかもしれない。それは中ロ関係、中ロ関係の質がこれまでと違うくなる可能性、それは